こんにちは、脳トレ休憩室です。今日の脳トレは文字並び替えクイズです。ひらがなを並び替えて単語を作成しましょう。終了5秒前にヒントとして一番最初の文字が表示されます。その後回答が表示されます。回答が分かりやすいように対応するひらがなに色をつけました。色で照らし合わせて回答をご確認ください。全部で10問です。それでは早速問題をやっていきましょう。第1問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。できましたか？次の問題に行きましょう。第2問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。6文字って意外と多いですよね。さて次の問題です。第3問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。この脳トレは認知症予防につながります。さて次の問題です。第4問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。頑張ってください。次の問題です。第5問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。半分終わりましたがどのくらい解けてますか？次行きますよ。第6問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。どのくらい解けてますか？よかったらコメントしてくださいね。第7問です。
まもなくヒントを出します。答えはこちら。ようやく終わりが少し見えてきました。ゴール目指してファイトです。第8問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。次の問題も張り切っていきましょう。ファイト。第9問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。最終問題です。気持ちよく終わりましょう。第10問です。まもなくヒントを出します。答えはこちら。これでおしまいです。お疲れ様でした。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。当チャンネルでは他にも様々な脳トレ動画を出しています。毎日更新しているのでぜひ遊びに来てくださいね。もしよろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。